4回目いきます。4回目でございます。今回の主役はこちらさんですけど、まず最初は絵や態度からいきましょうね。空気がぴっちりしてる態度の状態です。だから空気の出る隙間もないぐらいびっちりしてる、換気ができないじゃないかというお叱りを受けるかもしれませんけど、換気の話ではございませんでですね、この理論とかですね、そのやり方がですね、隙のない完璧なものであるよということで、エアタイというのを使います、ね。はい、換気が完璧であればそれもエアタイと言いますね、はい。さあ次はアドマン、今回の主人公でございます。歯科医院でございます。歯科医院何やりましたかというとね、まあ、アラジーですね。アラジーの藻類のですね、アリグンメント調整をいたしました。はい、そうすることによって、何をやったかというと、アレイをしたわけですね。はい、柔らげてアベイトと同じですね。アベイトしたわけです。柔らげたわけです。柔らげて調整をしたことで装備は幸せになりました。さあ、何を使ったかというとね、これアレゴリーを使ったんですね、アレゴリー。この偶話、例え話を使って、調整をすることができる。それによって何ができたかというとね、アタケーションですね。口論を和らげることができたわけですね。口論してたわけです。これは和らげたんです。コミュニケーションとアウトケーションですけども、コミュニとアウターの違いですね。コミュニケーションは、こういうコミュニケーションですよね。うん、いわゆるコミュニケーション。で、アウトケーションというのは、この、アウターですから、口論をするということになります。はい。で、そこで、どういうことになったかというと、最終的にこれ、アマルガム。アマルガメイト、このメイトっていうのが仲間ですかね。余ったものが頑張ってメイトになりました。アマルガメイトで合併することになりましたと。まあ、これで非常にこの平和に、収めることができたということで、このアルダマンは素晴らしいことをやりました。さあ、その結果どういうふうになりましたかっていうとですね。はい。エンブルでございます。ブラブラ歩くね。仲良くブラブラ歩いております。ね。そして性格はどうなったかと。ね。選択をね、アウトケーションやってたようなね、アウトケーションやってたような人たちがもうアベイトとかアレイがすることができましたので、この、アレイすることによって、この、オビディエント、このアメナボですね、アメナボですね。まあ、キリスト教のこのアーメンですね、アーメンはしっかりその通りであるという意味でございまして、これイエスというとね、イエスができるという意味と同じでございますね、アメナボですね。アメナボになることになります。だからまあ、こういうね、素晴らしい性格の藻類ができて、今の藻類はすごく、性格がアメナボだということですね。はい。じゃあ最初からおさらいをしていきます。エアタイトですね。それからアダマの主観です。アラジンですね。で、アリグンメント調整して、これアレイでアベイト、アレイアベイトでアワーですね。アレゴリでグーワーです。まあ、例えば、まあ、グーユーでグーですね。グーユーとも言います。グーで、アウトケーションはコミュニケーションじゃなくて、コールでございます。それから、アマーガメントで合併することによって、アンブルでブラブラ歩くという、まあ、ストローラバーをストローラウンと同じことです。で、アメラボ、アーメンボールでございますね。これで、完成。ということでございます。さあ、これで、この話が終わりですよ。終了です。では、よいしょ。みんなねー。